インゲラボです。今日は3年間ぐらい植え替えてない万象、まあ万象とも言いますが、万象を植え替えてみたいと思います。ご覧のように寄せ植えになってまして、4株植えてそのまま放置ということで、どうなってるんかちょっと怖いんですけど、やってみたいと思います。まず抜いてみます。優しくもんで抜いてみると、伏してみます。こんな感じで一つずつほぐしていくと、はい、一つ目こんな感じです。古い根はこんな状態ですから、このように太根を取ってしまうと、これを植えとくと、ね、根伏せができるんですが、今日はちょっとそれは考えないでおきましょう。このようにスカスカになってる根、これは不要な根ですから取り除いてください。白く葉焼け、これ日焼け、強い光で火傷したものです。これも取ってしまいます。これはまだ水分が残っているものはそのまま取って残して、出来上がりました。じゃあ植えていきたいと思います。プラの角鉢ですね、角鉢でやってみます。で、鉢を合わせてみるとだいたいこんな感じでなります。そうするともうゴロ土が不要ですね。そのまま埋めていく形にしたいと思います。ではいきます。鉢底網を適当な大きさに切って入れます。この穴を塞いで土を入れます。少し土が入ったら、これを浮かしながら中央部分に来るようにして入れます。はい、こんな感じで一応植え終わりました。赤玉土の化粧砂を引いて完成です。そしてプラの化粧鉢を入れて、はい、出来上がりました。4株植え終わりました。それぞれが個性的です。 2,3 日したらすぐ水をやってください。まだ夏の暑さが強い季節ですので、しばらくは活発に動かないので、秋口に向けてあまり根を乾かさないというような乾水でいいと思います。9月の10日過ぎになったら積極的に水をやって、 なるべく順調に成長させてあげてください。11月になったらまた水を控えればいいと思います。今の時期非常に暑いんで、レースのカーテン2枚越しくらいの光でどうでしょうか。園芸ラボでした。